工場の巨大な煙突やクレーンにプロジェクターで人の顔を映し出す野外劇工場のお芝居が3日から5日まで西条新居浜四国中央の3つの市で開かれました。東予東部圏域振興イベント愛媛三三物語のプログラムの一つです。四国中央市では5日夜、三島神谷町の四国中央市港湾庁舎付近が会場となり、およそ2000人が集まりました。大王製紙の2つの煙突が兄弟という設定でストーリーが繰り広げられました。元気のない弟を兄が、お前こそ日本の紙作りを支える代表煙突だと励ます内容です。煙突には悲しんだり笑ったりと様々な表情が映し出され、兄弟の軽妙な掛け合いと相まって来場者を楽しませていました。3日は西条市、4日は新居浜市でも開かれ、3つの会場を合わせておよそ6700人が集まりました。